はーい、ふじこです、本日もコロコロパンのアレンジパンを作っていこうと思います。今日は無難にごまパン、黒ごまパンを作っていこうと思っております。で、今日も、またさらにズボラに作っていきますので、ボウルに今粉が 140g 入っております。黒ごまを 30g、砂糖を 20g、 塩を 2g、 ドライイースト小さじ1を砂糖の横に、塩の横には置かないでください。で、菜種油が 10g で、ここにぬるま湯が 80cc、 イーストめがけてかけます。で、今日は直接手でこねていきます。はい、じゃあまあ大体ね、こんなもんで丸め直して、ラップをして35度で1次発酵40分入れていきます。はい、では1次発酵が終わりましたので、いつも通り大きい気泡は出したいので、ちょっと潰して取り出して丸め直して、表面は一緒ね、丸め直して、で、今回はねフライパンで焼いてみようかなと思いますので、まあとりあえずは6等分にして、傷口を中に入れて丸め直して、傷口を中に入れて丸め直して、こんなもんで、まずは乾燥しないようにラップをして、ベンチタイムを10分取ります。はい、ではベンチタイム10分経ちましたので、オーブンシートを敷きまして、で、先ほどの生地を一旦潰して丸め直して、で、そこをこすり合わせて、で、置くと、一旦潰して丸め直して、衣装をつまんでこすりつけて、で、対角線上に置く、で、対角線上に置く、蓋を閉めて、一番弱火で20分ほどかけてみようと思います。はい、ではね、一番火力を弱くしてもちょっとね熱かったんで、5分ぐらいして止めました。で、そこから15分ぐらい放置しておいた感じです。どうなってますでしょうかね。せーの、じゃじゃん。あ、そうね、そこそこいいかもしんないな。140度ぐらいで焼きたい感じなので、2つぐらい火力を落として中火の強火みたいな感じで10分間焼きます。はい、ではでは10分焼いたので、出して、で、かけて、あれ、戻して見ちゃった、ひっくり返った、おお、焦げとる、焦げとるの。火を弱めて同じく10分間焼いていきます。はい、では焼けたようですが、どうでしょうか。焦げてなければいいけれども。はい、では人が来てしまいましたので、だいぶ時間が経ってしまいましたが、いかがでしょうかね。焼き色が濃かったので、もうちょっと弱火でね焼けばよかったね。中まで焼けておりますでしょうか。なので一次発酵はね、いつもの癖でオーブンで焼いてしまいましたが、オーブンないって方ね、フライパンで全部やりたいよって方は IH のことしかわからないけれども、一番弱火で、5分間かけてね、そのまま15分放置して、で、発酵っていう感じですね。では、こちら開けてみましょうかね。ちょっと硬すぎたな。
火加減が強かったけど、中はちゃんと火が通っております。ではいただきます。ごまの風味が合いますね。まあね、コーン入れたり、まあチーズ好きな人はチーズ入れたりね、あとはさつまいものね、角切りにしたやつ入れたりとかしてね、アレンジしてみてもいいと思います。フライパンでパン作るときね、参考にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。いつも見てくださいましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。